にちは、五条風花です。今日は私たちに届いているお便りを紹介します。幻想牢獄のパレイドスコープってどんなゲームなんですか？やっほー、たまにかりんだぞ。確かにタイトルからじゃどんなゲームかピンとこないぞ。すごく不吉な感じはするけど。湯浅美奈だよ。でも幻想って書いてあるよ。幻想ってファンタジーってことだよ。お姫様と魔王と勇敢な王子様が活躍するおとぎ話かも。花草トレミだ。カレイドスープ、カレイの汁物だな。牛丼の方が美味しいはずだ。違うよ。カレイドスコープっていうのは万華鏡って意味でしょ。だから多分すごく綺麗なゲームだよ。でも牢獄っていうのが引っかかるぞ。私たちどうなっちゃうんだ。それは実際にプレイしてみてのお楽しみだね。公式略称はゲロカスだそうだ。牛丼に変更しないか。ドレミちゃん、どう頑張っても牛丼には略せないよ。牛丼牢獄のカレイドスコープ、囚われたい。もう囚われてる気もするぞ。どんなゲームか楽しみだね。幻想牢獄のカレイドスコープ、ご予約よろしくお願いします。